は皆様に VTR ご覧いただいている間も、後ろで最後スタンバイしていたのですが、気がついていらっしゃいませんでした。はい、さあ、それでは早速読みたいと思います。バックしてる。バックしてる。さあ、こちらにやってきます。パンダの方です。はい。本日、皆様と仲良くなっていただきます。こちらのパンダ紹介いたします。本日、皆様と仲良くなっていただきますのは、現在4歳のメスのパンダで、名前を、陽浜と言います。陽浜、漢字で書きますと、太陽のように白浜の浜で陽浜と読みます。アドベンチャーワールド生まれのパンダたちはみんな白浜にちなみまして浜という漢字がついたなんとか品という名前を持っております。あ、これだけ気に入らなかったみたいな実はパンダ意外とグルメだね。さあ、陽浜今4歳なんですけれども、パンダで4歳と言いますと、だいたい人間の年齢に換算するにはかける3倍をしますということで、4歳かける3倍で人間の年齢にしますと、まあ、12歳ぐらいでしょうか。まだまだ成長中の子供のパンダになっております。まだまだ子供ではありますけれども、皆様陽浜を目の前にしていただいて、体重何キロぐらいに見えるでしょうか。さあ、皆様考えてみてください。陽浜体重何キロぐらいでしょう。はい、ありがとうございます。いろいろお答えいただきましたけれども、正解は陽浜は体重100キロぐらいあります。はい、まあ、97、8キロぐらいかなと思います。ほぼ100キロです。実はこの大きさ、もうほとんど大人のパンダと変わりありません。オスでしたらもうちょっと大きくなって120、30キロまで大きくなるんですが、メスのパンダは大きくなっても大体100キロ前後ですので、陽浜は年齢的にはまだちょっと子供なんですけれども、大きさは大人のパンダと変わらないぐらいに大きく成長してきております。さあ、そして最初の竹、知らないと言ってしまいましたが、グルメだっていうお話をしましたが、実はパンダ本当に味にうるさい動物です。与えた竹、私たちがこうして準備した